ひまじおはよう、かたまたと申します。今回は11、魔改造11をやっていくんでよろしく。レッツゴー、ピーチスピードランおもてなしやっていこう。ダッシュしろってことよね。まあコインが優しい。いや、なんか魔改造されたさ、11さ、めっちゃ見てるけど、このコースはなんか初心者に優しい11に見えるよね。最近初心者に優しくない11を見てきたからさ、ホッとするんだよねー。愛がこんな優しいコースばっかりになってくれると嬉しいね。チャンネル登録よろしくお願いします。キノコ挑戦1から1やっていこう。この子毒キノコ、君は僕の友達さってか。あ、そういうこと。あの今度はキノコを主人公にするっていう。語彙力はなくなったけど。いろんなコースやってて思ったのがさ、この毒キノコなんだかんだ愛着湧いてこない。おかしいかな。俺結構愛着湧いてくるんだけど、このついてくる感じ。おかしいって言われたけどね、友人には。あ、で、鉄球を、鉄球を、ウォ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 、あ、こっちに移動させて、穴開いて、マリオが、スタートってクリアする。1から1をゲーム中にクリアする、クリアするじゃねえ。作る。クリアするじゃん、普通じゃん。作るコースらしいんだけど、やばいよね。いつもなんかこういうステージ見たら発想がやべえとか言うんだけど。で、自分で作って、まあ、それをね、後でクリアするっていう方式のコースになるんだけど、誰がさ、ゲーム中にさ、作るっていう発想が出てくるんだよって。やばない?単純に難しいコース作るよりも発想力がやべえと思う。やべえしか言ってない。語彙力。あー、そうだよね。1から1、ここからキノコ出るよね。チャンネル登録よろしくお願いします。次、ご迷惑してます。僕ねえやん。あー、はいはいはい。あ、もうこれ作ってくってことね、途中で。いや、最初から作っとけ、手抜きー。責任者を出す責任者、わーい。と、まあ、茶番置いといて。いやー、発想相変わらずすごいねー。で、クリボーが、あ、で、これでクリボーがスタンバイされたってことね。上から降ってきた。あー、はいはい、いつもな、踏める場所ね。やってればわかる。やってれば、いや、パワーブロックはなかったよ。パワーブロックじゃないよ。手抜きじゃない、そこ。ブロックじゃなきゃダメだよ。パワーじゃないもん。イチャモンのクレーマーかいっていう。俺も猫パンチして、壊していって、これで完成でございまーす。チャンネル登録お願いします。自動でね、11コースをクリアするって、あ、やべ。全自動でクリアするっていうコースなんだけど、これも俺全く触ってない。触ってないんだけど、進んでる。やべえ。あ、これマジで何も触ってないから。なるほどね。やば。え、これフラワーを、あ、取れるよね。取るんだよね。上から落ちてくるこのゴムで、移動するね、距離とか、まあ、このバネでジャンプとかいろいろ計算してるんだろうけど、これにね、確か20時間かかってるらしいよ。20時間だよ、これを全自動化するのに。あ、余裕だったわー。クッパさんクリア祭、いちいちやってこう。上にクッパ様がいるけど、あれ進ませていくってことね。今度はとうとう主人公はクッパ様になったっていうね。マリオじゃねえんだよ、時代は。クッパ様なんだよ。いつもいつもね、ヒゲ王子にやられてばっかじゃないんすよ。ってね、行き散らかしておくけど、結局はね、マリオがね、全自動しないといけない。全自動じゃねえわ。お世話しないといけないってことで。みんなさ、一日をさ、おもちゃと勘違いしてない。一日のコース1来る人多すぎん。1から2だって1から3だって生きているんですよ。関係ねえか。で、まあ、とは、俺が登っていくだけかな。僕は、登らない、ハムスだね。1から1の世界がこう、いやもう、説明いらんよね。やば。これ、とりあえずジャンプしまーす。クリボラップしてんのよ、こうやってやろう。
間の端には行かない、土管の端には行かない、立ち止まっても行けないよ、立ち止まったらなら黒底までさようなら、だからも走って行くよ、行くよ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 、止まらないよ、落ちたら真っ逆さまだか、ぶんでんなおい、ちょベイベイ落ちるからただぶんばぶん、いやマジで本当に黙ってやろうかな、喋りながらって本当に欲しそうなんだけど、もうすぐクリアだからやったぜー。このコースはマリオって3回しか死ねないのに、3回死んじゃうと地獄の世界に行っちゃうよっていう、なんか末恐ろしいコースなんで、実際3回死んでみようと思います。1回死んでみたけど怖っ。1アップ、バツ0って書いてあるか。多分、お前の残数もうなくなっちゃったぞって。で、地獄に落とされましたって感じなのかな。ポップ、ステップ、ジャンプをしようとしたっけ。これで1アップ取って、現世に復活できますよって感じだけど、取れない。当たる、取れた。そうだね。で、上の表記が、かける1ってなってるから復活しましたってことだね。チャンネル登録お願いします。世界一難しい11、世界一難しいけど、簡単なコースってどういうこと？まあ、スター1個だけ、あ、これね。あ、で、これ爆走してけってことね。簡単っちゃか、いや、簡単だけどさ、難易度これで簡単になったけどさ、詐欺じゃない？そんな簡単とは思えないんだけど、マジ全然時間足んないんだけどさ、隠しブロックのここにあんの全然、あ、え、なんか絶対落ちた、絶対なんか落ちたなんかゴムみたいのが落ちてきたな、知らないよ知らないってばよそんなのあ、なるほどね、なるほどね、世界一難しくて世界一簡単なコースね。完成したー。 P スイッチを全て押しればクリアだけど、ハマったー。1、やべ、1、やべやべ、全然仕方ねえこれも。あ、とりあえずどこまでいけるかだけ確認しとこうかな。2、3、4、5、6、あ、全然無理だわこれ遅すぎだろ。1、2、無理ー。ある程度コツつかんだら結構いけるかもねーって、オッケーオッケー、ここまではね、さっきもいけたんだよ。で、ダラララって、もう降りてくだけ降りてくだけ。もうひたすら降りてくだけ。引っかかったけど気にしない。あと3秒。あれ？クリアで。あ、やべえ、これ気づくの遅かったー。そろそろお金で、はい、みんな、貴重な時間を俺のためにありがとう。よかったら次回も見てね。じゃねー。